ている。誰かの声に気づき、僕らは身を潜めた。公園のフェンス越しに夜の風が吹いた。君が何か伝えようと握り返したその手は、僕の心の柔らかい場所。ことさえもいちいちためらうくせに、つまらない常識など潰せると思ってた。君に話した言葉はどれだけ残っているの？僕の心の一番奥で何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには